Welcome to another 英語 in five minutes. 皆さん、こんばんは。ジョージ・トロンブリでございます。これはパート2でございます。えー、さっきは英語の難点について話をしましたけども、今度はどうやってその難点を克服するのか、えー、克服する方法をお話ししたいと思います、えー。英語を勉強すること自体が難しいですよ。みんなが学校とかで勉強するしかない。 若い時は今この英語英語を見てるあなたたちはひょっとしたらもう仕事をしてて必要ないかもしれない必要な人もいるただまあどの目的で勉強してもこれは助かると思いますまず第一第一は態度私たちがさっき第一の問題が発音だって言っ,言ってましたけどもそれより態度です日本人はよくこの i t u d e attitude attitude att 態度の問題があります。ほとんどの人たちは言語を勉強するときは、アメリカ人もよく言うんですけども、アメリカ人がよく言うセルフは、I'm not good at languages. 私は言語がダメなんですよ。でも日本人は主に英語を勉強してるから、日本人がよく言うセルフはこれです。私は英語がダメなんですよ。or、私は英語が苦手なんですよ。そういう言葉を使わないでください。なぜなら、自分の心の中でそういう風になってしまう。 信じるようになってしまう。そうすると、できないときは、やっぱりできない。やっぱりできない。自分に期待がない。そういうときは。あの、私個人でも、最近中国語を勉強し始めたんですけども、英語で言う、ポリガットという言葉があるんですけども、新しい YouTube のチャンネルを作ったんですね。ポリガット・ジョージ。P-O-L-Y-G-L-O-T。ポリガット・ジョージというチャンネルを やっと作りました。Polygot っていうのは複数の言語を話せる人。Polygot っていう意味なんですけども、私が最近自分を Polygot と呼ぶようになりました。呼ぶようにな,なってからは考え方がだいぶ変わりました。私は昔は日本語しかできなかった。その時は Japanese George だったんですよ。で、そのうち韓国語ができるようになって Japanese Korean George 自分の イメージが変わりました。こう、なんていうの日本語でなんていうのかなセルフイメージ。<laughs> 日本語のいいところは英語でこうそうやってカタカナ風に言えばみんな理解してくれる。セルフイメージ。自分のを見るときのイメージですね。変わったんですよ。で、今度は中国語を勉強し始めたときに、大きく自分の イメージが変わったんですよ。自分の中で考える常時が変わったんですよ。私は何でもできると、言語に関しては何でもできると思うようになりました。だからあなたたちはこれからは、絶対、no way。絶対に私は英語はダメですという言葉を使わずに、こういう前向きな言葉を使ってほしいですね。例えば、私は毎日英語を勉強しています。これは私はよく韓国語で今でも言うセルフですね。 勉強っていうのはどういうものなのか。本を開けて勉強ってじゃなくて、5分でもこういうビデオを見れば済んだんですよ、勉強が。勉強できた。英語のラジオ放,放送を5分でも聞けばできた。何でもいいよ。一言でも覚えれば勉強はできた。そういう時に私は毎日英語を勉強しています。もし、 嘘つきたくない場合は、私はほぼ毎日勉強してますとか、私は英語はできない。私は英語が苦手。そういう否定的な言葉を使うな。マジで使うな。自分ができると思うようになれ。なぜならできるから。日本人で英語を話せる人は少なくはない。あなたの周りにはそんなにいないかもしれない。でも、実際日本にそういう英語の必要なところに行けば、 いるんですよ上手な人あなたが英語でこうやって言うんですけどもあの英語でじゃなくてこうなん何て言うのかなこういう科学的な調査があったんですけどもあの友達が太ってる人は何パウントかかはあの太るんであパウントじゃないごめんなさいキロ太ってる友達がいれば自分も太るようになるまとめて言うと太ってる友達がいると あなたも太る。英語できない友達ばっかり作ると、あなたも英語できない。だから、プラス方向、プラス方向で考えて、英語できる友達を作ったりして、まあ、それは後で話したいと思います。じゃあ次。発音。これ本当の問題です、日本人。日本人は、あ、い、う、え、お、しかないから、えー、さっきのビデオで言ったので、これじゃあどうやってこの問題を克服するのか、どうやって乗り越えるのか。俳優。 または女優になりなさい。Become an actor.Become an actress.Copy what people do. テレビを見て、その映画の中とかにあるセリフ、そのまま、その俳優と一緒と同じように、その女優と同じように喋りなさい。例えば、昔の映画だけでも、You can't handle the truth! それをずっと言い、言う。 繰り返すんですよ。ごめんね、韓国語出ようとしてる。<laughs> あの、<laughs> 私はね、あなたたちに言ってるアドバイスを私は使ってるからね。だから、韓国語が話せるようになったんですよ。短いあの間で。話せるようになってきた。ものすごいペースが速いから、日本語も実は影響されたんですよ。<laughs> 申し訳ないんですけども。悪いことじゃないですよ。時間経つと私は整理できるから。とりあえず、俳優女優になってください。 え、テレビ、ラジオ、友達が言う言葉を真似してください。Fuck you!No, fuck you!What, what did, what did you just say to me? その言葉をあの、真似してください。What did you just say to me? そうやってやってるうちに自分から出てくるの、その英語は。日本語で有名な読書百編、おのずから小数っていう有名なあの、 反力っていうのかながあるんだけども、それと同じなんですよ。100回言えば、そのうち自分から出るようになってくるんですよ。私今言ってる日本語は、もともとは他の人の言葉だったから。はい、じゃあ。発音は思うほど大事じゃない。コンプレックスをそれ以上持たないでほしいですね。コンプレックスを持ってると発音はいくら頑張っても上手にはならない。俳優、女優、やってる間に、自然的に、 上手になる。だけど、発音が難しい、発音が難しいと思うと、そればっかりに集中して、英語の単語が覚えられない、英語の文法が覚えられない状態になってしまうから、発音にあんまり集中してほしくないですよ。なぜなら、私の日本人の友達が多いですアメリカでは。英語が話せるんだけども、発音が上手じゃない人も多いです。少なくはない。だけど、その人たちは、会社もやってるし、 レストランもやってるし、全然、まあ、全然って言,言えば嘘にあるかもしれないけど、苦労する時もあるだろうけども、日常生活では英語の問題ない。英語の、英語で困ってることはないんですよ。なぜなら、日本人もいる。フィリピン人も,ン人もいる。韓国人もいる。中国人もいる。私たちは、多目多目その言葉ない。いろんな国から人が、他国他国 他国語いろんな国から人が来てるので、アメリカ人は慣れてるんですよ、いろんな発音が。だから、発音にあんまり集中しないでください。ただ、俳優になってください。上優になってください。あ、もう一つの理由があるんですよ。日本語を喋るときは、私がもともと日本語を喋るときは、アメリカ人もそうだけども、発音が下手なんですよ、もともとは。こんにちは、私はジョージです。 なぜなら日本語の発音を作るのは恥ずかしいんですよ。えー、恥ずかしいのかそうだよ。恥ずかしいよ。自分の声じゃないから。英語で喋るときは、Hi, my name is George. こうやって低い声なんですよ、私は。あこうやって低い言葉なんですよ。I speak in a much lower voice when I speak English. だけど日本語喋るときはもっと高い声なんですよ。なぜなら日本語が高い言語なんですよ。韓国語は逆。韓国語は低い言語。言あ、低い言語なんですよ。 ハルすいっそああな、はるすッっそ。なんかわざとやってると思うぐらい低いんですよ。で、私は最初苦手だったんですよ。でも、俳優、俳優になれば何でもできる。女優になれば何でもできる。自分が新しい人にならなきゃいけない。自分が今まで、じゃあ例えば名前がタカコだ,タカコだったら、日本人のタカコもいれば、英語のタカコもある。いる。ごめん。<laughs> 韓国語はそのいるあるのを区別してないから今間違えました。すみませんでした。はい。じゃあ次は、word order。ごめんなさい。今日は5分だけじゃないです。長いです。word order。言葉の順番。え、これはさっき言いましたように、えー、集合、目的語。動詞が日本語なんですけども、英語の方が集合、動詞、目的語。一つ覚えるコツがあります。この下に書いてありますけども、目的地は最後につきます。 目的地への、あ、には最後につくんですよ。You arrive at your destination last. だから最後に目的がなきゃいけない。そうやって頭の中でちょっとしたヒント、裏技。そうやって、私はそうやって覚えてるんですよ、いろいろ。いろんな言語のルールをなるべく一つのワン文章で覚えてるんですよ。目的は最後につくんです。わかった そのそれを覚えれば英語の方はやろうとしてること、食べようとしてること、買おうとしてるものそれは最後だから全部目的は最後はいじゃあ復習ね私はピザを食べた。私はピザを食べた。What is this in English?Your 目的、Your purpose is the thing that you're going to, the destination is always at the end in English The target is always at the end. I ate pizza. 私はパリに行きました。以前のビデオでも言いましたけれども、I の次にはどうしてくるの I went, to Paris. ?I went to Paris. 私は今日がまた同じミスがあります。寒いと思います。 I, 都市 .I think Paris is cold.Today、oh, is cold, sorry.I think today is cold. はい。じゃあ、最後。何でしたっけ、これは。不定関視。不定関視。これも頭の中で一つの概念で覚えてほしいです。一つの文章だけで覚えてほしいです。それはこれです。Oh, look! Oh, look!、Wow. 見て。There is a dog outside. 私たちが見たことのない犬です。知らないものです。だから、あを使わなきゃいけないです。Oh, look! There is a dog outside. 見たことないもの。アルファベット順で考えてください。アルファベット順です。あは最初見たときに、あを使います。A い、あ。 a あ、両方使います。Oh, look, there is a dog. ちょっと不自然になぜか聞こえるんですけども。Look, there is a dog outside. 今度はその犬がわかる犬にわかる犬になったので、その次から周りにその犬を知ってる人は全員、だ、使わなきゃいけないです。あ、さっき見た犬はどこいたんだ Where is the dog?Where did the dog go? ところで、ここで友達が来たら、Hey, what's happening? <S その犬見たことない人。Hey, what's happening? <S その人は知らないものだから、Oh, oh, there is a dog outside. There is a dog. その次に、その人が見えてないとする。ん ?A dog? Where is the dog? Where is it? Where is the dog? 本当の最初の部分だけはあが入る。またはあん。あ、あ、uh, ん。一緒だから。Apple だったら。Oh, look, there is an apple.Where is the apple?The はそのまま変わらない。重要の部分は間違えて The を使わないことです、はい。じゃあ最後の文章を見ましょう。I have a friend ジョン。今、チグン、チグン、韓国語です。ごめんなさい。今、韓国語では、あ日本語では、今。って意味ですね。今、私は友達に何か説明をしてる。OK。I have a friend, named John. 私は、ジョンという友達がいます。私は、ジョンという友達がいます。I have a friend, named John.You can never say, I have the friend. No way. Never. okay? My friend has a problem. 問題がある。この友達には問題があるでもこの問題自体が初めて聞いてるので、あがつかなきゃいけない。My friend has a problem. 絶対あとかだが必要だよ。My friend has problem. ダメです。あが必要です。My, ha My friend has A problem. 次の文章ではもうその問題が分かる問題だから The problem is very serious すごく真面目な問題です。I have a friend named John.My friend has a problem. もっと短く言えば He has a problem.The problem is very serious そうやって覚えてください。じゃあ最後のアドバイス。最後のアドバイスです。順番が間違ってます。全部一遍に見せます。英語を生きろ。Live English.Make English a part of your life。私たちは、まあ私たちはって言ったらおかしいんですけども、日本人は毎日日本語だけ使ってる。 だから日本語は上手に話せる。私も毎日日本語を使ってます。奥さんは日本人だから。だから日本語は、えー、忘れないし、日本語をあの普通の英語と同じレベルぐらいで喋れる。毎日使ってるから。あなたたちも何だかの方法で毎日使えるようになってください。どうやってやるのかというと簡単に言えば、えー、例えば iPhone 持ってる人たちとか Galaxy Phone、Galaxy の サムソンガラクシーの電話とかを持ってる人はシリとか S ボイスを英語モードに切り替えることができる。次はそういうビデオを作ります。で、電話に話すときは英語で全部できる。What time is it Siri?Hey Siri, what time is it? そうやって電話に話すことができる英語で。発音がダメだったら理解もできない。シリは全然わかってもらえない。私も韓国語で今でも使ってます。 アラームを設定するときも、えー、スケジュールするときも、デモするときも全部シリを使って韓国語でやってます。アメリカ人なのに、奥さんが日本人なのに。私はシリ、その道具を使って人生の一部にしてます。もちろん私も、あの、私は韓国人の友達も多いから韓国語を毎日テキストなり送ることができるんですよ。 同じようになってくださいもう一つオタクになれこれは何の意味なのかというとですね Become a nerd 何かにハマってほしい私は韓国語の場合だと k p o p k p o p に韓国の音楽にハマった韓国人の女性にハマった韓国の料理そのうちハマったハマってください人生の一部にしてください 私もカラオケが大好きで日本語じゃなくて韓国語でたくさん歌ってます。日本にハマった時は一番勉強してる時もカラオケたくさん聞きました。あー、ちょっと考えさせてください。四六時中も好きと言って今でも歌います。はい。最後に友達を作れ。英語できる人。別にアメリカ人じゃなくていい。 イギリス人でもいいし、フィリピン人でもいいし、誰でもいい。英語をとりあえず使うようになってください。毎日。Hello Talk というアップがあります。Hello Talk、H。H-E-L-L-O-T-A-L-K というアップを探してインストールしてください。そのアプリはすごく,く役に立ちます。英語喋れる人はたくさんいます。無料です。ダウンロードしてください。 そういういことですごい長いビデオで申し訳ないです。日本語もあのまともに出ないときもありましたけども、えー、一部の人たちは韓国語の勉強もできましたけども、日本語を勉強している友達がいたら、ぜひ私の本シリーズの Japanese from Zero を勧めしてください。よろしくお願いします。See you all on, on the next 英語英語バイバイ。<music>